てるかだけがこう決まった、大きい、こう やばい、コンタクト外したからもう何も見えなくなってしまった。じゃあ私が読んでほしいコメント読むわ。こっちも見えん、この大きさ。この大きさも見えない。もうダメだ。こんぐらい近寄らなきゃね。こんばんは。こんばんは。今日はね、うん、やべ、暑い。もうちょっと話します、うん、いや、もう意味ない、これ意味ない。今日はお仕事なんですけど、ロケのね、うん、終わったんですよ、ロケは一応、うん、終わった、終わってまあホテル着いて、うん、お風呂入って、うん、メイク落としてでも、うん、まだ終わってない、終わってなくてまだ撮影があるんですよ。このすっぴんの状態からもう勘弁してくれと。勘弁。お風呂には入ってきました。入りました。まあそのね様子はねいつか放送されると思うので、うん、楽しみに、お楽しみにしていてください。今は結構待ち時間長いので。そうよ、待ち時間長くて配信して1時間ぐらいあるんだね。配信しております。それ終わってないよね。だって確かに終わってないんですよ。でもね、後から見てもらったら分かるんですけど、終わったけど終わってないんですよ、謎にね。長い。でお風呂楽しかったですね。みんなで大浴場入ってきて、さっき貸し切りだった。暖かかった。眠すぎてもう寝ようかと思ったけど、私寝てたんだけどさ、枕が飛んできて起きた。怖さない。寝方が多分すごかったと思う。寝方全部めくれてたやばすぎんそれ。ちゃんとズボン履いてたからよかったけど、浴衣全部めくれて。こんばんは。他にもメンバーがいるんですけど、こんばんは。今日バレンタインなんですってね。もらったよ。私ももらった、メンバーから。お兄ちゃん、あおいちゃんもらったの。え、ごめん。みーちゃんとひなはね、そっと手を置いてくる。みーちゃんとひなにはね、渡したいん。ココアとミルクティー。あ、ほんとだ。ドリンク。ドリンク。ドリンク。みーちゃんはね、うん、なんか、あったかい飲み物が飲みたいって言った時はね、うん、即買いに行った。コンビニ。違ったよ。それ違った。安心かな。持っとったもん、うん、あ、持っとった。うん、私がもう飲み物持ってたから、私にバレンタインはいいやと思ったんですよ、うん、なんてことは。で、奥ちゃんはフルーツが苦手。そうなんですよ。チョコは好きなの？チョコ大好き。バレンタイン大好き。バレンタイン大好き。毎年いっぱいもらってたの。そう、STA ね、毎年いろんなメンバーからいろんなものをもらえるんですけど、買いに行きました。うん、なんかすごい音ですね。でも今日あんま天候すごいいいってわけじゃない。確かにね。風かな。風、風っぽくないですか。風かな。すごい風の音だけど、怖ね。怖い。こんばんは。すごい音だ。こんばんは。あったかそうな服、そう、隠すために。そう、本当はね、浴衣着てるんですけど、うん、隠してね、もうココアさんって本当真っ赤っかで。私なんかもう浴衣脱ぎ捨ててここまで。私がトランプの色じゃないですか。え、トランプ。トランプ黒と赤でしょ。あ、確かにね。トランプ、トランプ。今日のテロップはすっぴんポポア、うん、ポッポポポア。あ、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 要素じゃない。え、でもココアってポポアって呼ばれてません、ね、なんかカイポポア呼ばれて
てる。他にも呼ばれてますよね。なんだっけ。え、ココアさんってなんかいろんな呼び方で呼ばれてるんですよ。なに、え、そんな裏で。うわ、トランプ来たよ。わ、ほんとだ。わわわわわわ、ちいこわみたいな。わわわわわわ、ありがとうございます。すごい、そっか、今アリスだから背景が。あ、なるほどね。だからだ。そっか、こんな合ってるやつあるんだなって思ったけど。確かに確かに、やばい。もうね、結構うちらね、極限状態まで。そう、疲れたんですよ。来てるんですよね。今日頑張った。朝からずっと一緒におるもんね。ねえ、しかも朝から割とテンションを高くして、なんか謎に移動中の車内とかをテンション高くしすぎて、ロケ開始からちょっと疲れてるっていうことが起きて、結構もうね、お風呂も入ったし結構限界。今から今ご飯食べたりします。そうです、うん、アドレナリン出てたね、今日。出てましたね、アドレナリンだっけ。うん、疲れそう。失速してる。失速失速。そうなんですよ。朝もね、一緒にね、お仕事頑張りました。今日は泊まりですよ。頑張ろう、うん、バレンタインにね、お仕事ね。なんかバレンタイン絶対なんかメンバーと一緒の仕事だったら絶対なんかもらえますよね。なんか作ってきとったのに、うん、昨日元気なかった。確かに、私だからココアさん絶対くれるんだろうなって思ってたのに、いや何にもくれなかった。絶対作ろうっていう気だったよ。絶対作ろうっていう気だったんだけど、うん、うん、その気はなくなった。うん、頑張れ。昨日はちょっと頑張れん日だった。頑張れん日だった。オフだった。今日ね、コアさんを横から見た図。オキちゃんを横から見た図。どこから見てるんですか。いろんなものが映る。本当だ。こんばんは。今日のココアさんね、髪の毛が丸いんですよ。でもこれが何もしてない、パサ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 なんだけど、今日はね、ちょっとシャンプー合わなかったですね。そう、私も合わなかった。キシキシね、キューティクルがキシキシだよね。マジでドライヤーしながら二人でキシキシだ、キシキシだ、キューティクルが剥がれた。ホテルって結構なんか合う合わないありますよね、シャンプーとかって。え、合う、ある、うん、今日はちょっと合わない時でした。合わんかった、みんな合わんかった。うん、まあでも、うん、そろそろ。もう、うん、パサパサだけど、今日風呂入るときもココアさん隣に陣取ってきて。そう、ね、めっちゃ広いシャワーの、シャワーの中、シャワーがあったんですけど、並んでたんですけど、普通にオキちゃんの隣に行きました。あんなに空いてたのに。それな、一番目に入って二番目に入ったので、入場したので二番目に。しかも今日はあの別に二人で入ったわけじゃなくて、もうなんかね、6人ぐらいみんなで一気に入ったんですけど、うん、ね、その中から隣を選ばれました。選びました、仲良く。こんばんは。こんばんは。電車で詰める人みたいな。確かに。確かにそうだ。シャンプー持って行ったりする。そうそう、持ってきとる子持ったよね。うん、大事ですよね。そう、今日ちょっと一泊だからって気抜いて、あんまりなんかスキンケアとかもたくさん持ってこなかったら、まさかの一品でね、大変なことになる。撮影とか言われて、もっとちゃんと大変なことになるし、そんなことあるならもっとちゃんと持ってくればよかった。困った困った。こんばんは。ちょっといつもよりは早めの配信なのでね、早い時間の。ね、珍しい配信。私いつも23時とかなんで。そうよね。夜型？夜型。起きれるん夜まで。夜まで。でも最近寝落ちしてますね。寝落ちして12時ぐらいに起きて、12時からずっと起きてるみたいな。だからショールームのする時間帯がちょうどね、なんか仮眠時間みたいになってて。え、なんかホテル同室の時も
ちそう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 、だから一時全然ショールームできなかったんですよ。それで、でも早い時間にやればいいじゃんって言われても早い時間はなんか違うってなってできない。あ、なるほどね。その仮眠タイムに入る前に。そう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 。なるほどね。でもなんか珍しく今日はこの時間だ。なんかする予定はなかったんですけど、あまりにもね待ち時間がねあったっけ、ありすぎてちょっとこれは暇だ、なんかやるかってなって、うん、あ、じゃあ一緒にやろうって、そうそうそうなりました。珍しい時間そうなんですよ、入れて嬉しいって。珍しい時間、メールで配信ないですって書いたの。あ、そうですそうです。あ、なんかでもできんみたいな、そうそう言われたんですよ。みんなでも、しかも今日別に毎日アイドルめっちゃすごいこだわってる人ってあんまりなかったから、別になんかやらないみたいな空気だったから、確かにやらないかなと思ってたんだけど、今日はゲリラです。ゲリラ配信、ゲリラ、やばい、もう眠い、うん、赤ちゃんもうもう眠い眠い。でも私も結構もう朝から疲れたから、ね、あれ時計だと思った。時計じゃないのか。本当だ、絵だ。え、めっちゃ時計だと思ってたんだけど。もうそういう時ありますよね。ええ、でもあれ、あ、そっか、4時じゃないか。全然なんか4時に見えん。え、見えない。見えんか、うん、疲れてるんですよ。お隣の人かわいい、おきちゃんです。ケポです。23歳です。岡山県出身。自己紹介。好きな食べ物はチョコレートです。バレンタインやし。バレンタインで。自己紹介はどうぞ。カイコカーです。はい、19歳です。好きな食べ物は森永ですか。あなたカイじゃなくてもしかしてだと思う、うん、いやもうその可能性もあるよねその可能性も否めんよね。貝じゃないですね、多分森永コカーです。やっぱりそうなんです、ね、明治でもない初めて言ったんだけど、うん、森永コカーです。なるほど、森永コカーさん。好きな食べ物はコカーです。やっぱりそうなんです、ね、今日も人にココアあげてましたもんねえ、やっぱりなんかココアの飲み物を見た時にこれ自分のなんかえ、うん、アイデンティティにしようみたいな思いました。最初の頃は思ったココアキャラで行こうみたいな。ココアキャラで行こうって思ったけど、うん、でココアキャラ押しすぎたらもういやキャラやんって言われるでここから徐々に、うん、行こうかなって。でも全然そんなココア押してない。いやそうだよねなんかでも本当に飲んでるんだよ。まああるもん家に粉が、うん、あ、そうなんですね。え、そう結構減った。ほんまに飲んでるの。ココアさん、ウーロン茶のイメージしかない。え、ウーロン茶飲む。えウーロン茶か、うん、あ、ウーロン茶だ ね、 ね、ウーロン茶好き。甘い飲み物のイメージがあまりない。おきちゃん何が好きなの。ミルクティー。ミルクティー、ティー好きです。私紅茶。おきちゃんが好きなもの結構知ってるんだよね。なんか意外とね、意外と仲良しなんです。なんでなんだろうね。あ、そうだ、ホテルが一緒だった時になんかお互い、うん、あー、そうだ、そうコンビニ片方が行ってる時に、うん、そう、ラインして、そう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 、なんかいるって言われて買ってくるみたいな。そう、よくあるあるじゃけ。あるある。ココアさん絶対ザバスのヨーグルト。ザバスじゃない、オイコス。オイコスのヨーグルトを頼みます。オイコスのヨーグルトがいい。健康志向かとリンゴとかそう、カップリンゴとかです。懐かしい。ずっと一緒でしたね、あの時は。え、3日ぐらいしてなかったね、ホテルね。ワールドカップハマってた時にココアさんが朝4時にあのピッてでテレビつけて朝4時に、そう、朝4時にアラームかけてたもん。そう、朝4時ぐらいにアラームかけて、ただでさえ集合時間も早い時にわざわざ4時に起きてサッカー見てるココアさんを見ながら。そう、ポコ太郎元気だって。今日の朝もね、おきちゃんがね撮ったポコ太郎のね。そう、でもココアさんあんまりポコ太郎好きじゃない。いやいや好きよ。ココアさんハムスターのこと可愛いって思えない人だから。い思いますよ目がちょっと怖い。なんか、うん、ネズミだと思うんでしょ、ハムスター。ネズミ味がある。ネズミ苦手な人多いじゃないですか。結構見たことないネズミある。ネズミなんかあの都会によるネズミみたいな。マジで見たことない。結構確かに野生にいたらちょっと怖いかも。どんな感じなの。さーって、うん、怖っ。そう、
そうですよ、なんか昔の外国とかあれですよ、なんかネズミが大量発生するなんか公害みたいなのがあったんですよ。ちょっと恐ろしくないですか。ネズミってなんかでも一定数増えすぎたら自分で死にに行くみたいな、え、海の中に。あれ嘘なの、ね、都市伝説。何それ、群れのために。いや、なんか一定数の数超えたら、うん、え、都市伝説。わかんない。ネズミやばい、銀座にいっぱいいるらしいよ。本当できそうなんだ。保育園の頃に、でもハムスターはネズミと違って尻尾が短いんですよ、モフモフ。え、可愛いのは分かるよ、うん、いつか触りに来てほしい。え、行きたい。行きたい。最近のね、ココアさんちのね、うん、話とか結構聞くんですけど、最近笑ったのはココアさんの、あ、猫。私メールに書いた、え、猫もだし、おばあちゃんのこともだし、え、私言ったんですよメールに、うんうんうん、え、言っていいですか。いいよ。ココアさんおばあちゃんのこと文社かって言ってて、違う違う、そうなんや。マジで意味わからないすぎて、なんかおばあちゃんとの LINE を見せてきてんですよ。わしは文社か、まあまあ、文社かみたいな読んでて、そうそうね、由来がね。私はちゃんとばあちゃんって言う、ちゃんとあのあれしとるよ、あ、おばあちゃんってちゃんと呼ぶようにしとるよ、うん、仕向けとるけど、そう、ある時から文社が、ばあちゃんが文社からかって、うん、文社からかの方、文社からかってビッグバンさんの部屋、そう、なんかずっと言ってて、うん、歌ってたんだ。その日からそのばあちゃんの子供って言う、私のおばあちゃん、うんうんうん、が文社か文社かって呼び始めて、自分のお母さんのこと文社かって呼ぶの、それもやばい。お母さんのこと文社かって呼ぶのもやばい。なんかその LINE グループとかでは文社か文社かって、ただでさえまずそこであの癖が強いなって思ったのに、なんかココアさん の, そのおばあちゃんが飼ってる猫の名前が歴代サッカー選手なのもすごいじわじわきて、マジでおもろいよ。今までなんかもうメッシ、メッシは金魚なんやけど、うん、メッシ金魚なんだ。あのラモスくんとか、うんうん、猫ね。ラモスはもう私が生まれる前に死んだけど、トッティとかもう歴代あれだったもん。一番最近の猫ちゃん何でしたっけ。バティ、あ、バティさんだ。バティストゥータすごい、だからそれもちょっと癖が強いなって思いました。そこは野球じゃないんだみたいな、ね、確かにカープじゃないんだみたいな。ラモス、トッティ、バティストゥータ昔ね、もあのね、うん、誰だったかな、なんかとりあえずなんかちょっとなんかないですか、あのサッカー選手、有名な、有名的なさ、ちょっと有名的な言ったら当たる。でも私あんまりサッカー詳しくないけど、クリスティロナウドとか。それ最近ない。最近なのか。もっとね。ラモスとダービッツはって。ダービッツ、いや、おらんな。え、誰だろう。マラドーナ、いや、おらん。マルディーニ、いや、おらん。ピクシー、いや、おらん。ベッカム、ベッカム、ベッカムいたんだ。ベッカムくんおったベッカムくん、男の子だったの。男の子、ベッカム、ベッカムだ。ベッカムくんいました。ベッカムくんおった。すごい、揃ってる。猫ちゃん、歴代猫がサッカー選手の名前。次はどんな、次はどんな、うん、ね、もし飼ったら、ペットを飼ったら、え、今だったらね、誰だろう。え、ポコ太郎のに、次はどうする。モコ太郎にしようかなと。モコ太郎え、モコって呼ぶってこと。そう、モコって。え、今日話してて、名前分かった。じゃあモコ、まあ、飼うか分かんないけど、モコ太郎の次は、ポコ、モコ、なんだろう。モコで結構終わった感あるけど。確かに、うちのね、ペットはポコ太郎って名前なのでね。ポコ太郎、由来は何。オキポのポ、オキポのポで、マイキューがつけたんで、なんかなぜメスなのになぜか太郎がついてて、そう、男の子じゃないんですよ、うちの子メスなんです。やめなよ太郎っていうの。そう、
全然男の子だと思った。やっぱ多様性の時代です。え、ハムスターってでもその性別に何かあるの？ありますよ。見た目が全然違う。あ、そうなの、うん、もうオスはもうポンポンってすごい。あ、そうなんや、うん、ポンポンなんや、うん、でオスだったらポコポコ太郎だったかもしれないそうでもないみたいな。そう、うん、そうでもないから、そうなのかなまあでも結構メスはシュッと何もないって感じ。もうなんか、かわいい、お腹って感じなんですよ。メスの方が可愛いじゃん。うん、なんかどっちも人気っぽいですけどね。私は結構ポコのメスのハムスターの方が好きかもしれない。え、なんか気性が荒いってこと？なんか、うん、種類によるっぽいんですけど、やっぱちっちゃい生き物ほど気性荒くなりますよね。だからうちのハムスターちっちゃいからもう人間のことを見下してる。え、噛まれたんでしょみたい。なんか傷ないの？傷あるかな。お前親指、傷ほどはないの？うん、なんかもう穴みたいな感じなんですよ、傷って言っても。もう閉じてますね。あ、このこれ？あ、それそれそれ。結構なんかそう、ホッチキスのちっちゃいバージョンみたいな。ホッチキス間違えて指に刺したぐらいの、そうそうそう、ぐらいの本当にちっちゃなちっちゃな穴です。やば、うん、でも見えないと思うの、配信とかじゃちょっと、うん、うん、本当に分からない。結構強いです。しかも離れないんですよ、噛みついたら。こう、こう私が指とか噛みつかれて痛ってこう持ち上げたら、そのままブラーンってひっついてくる。で痛いってこう振り回してもブラン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 って。結構執念のごとく。これは、それはただのあの待って、傷多すぎない？確かに、なんで私こんな傷あるんですかね。あの寒いからだ。寒いからちょっとここ取ろうと思った。ひび割れしてる。そうなんです。こういうことか。ブラン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 。どういう気持ちなんだろう。ねえ、どういう気持ちなんですかね。本当に急に噛むからよくわかんないんですよね。え、なんで噛むんだろうね。ねえ、何もしてないのに食べようとしてるんかな、私のこと、うん、味めっちゃ美味しいとか指の味が。いや、人間とか興味なさそうなんですけどね、普段は指の味にね。そんな感じですかね。いい、ポコ太郎か。ペット飼って変わった？なんか、え、でもなんか家に帰るとき寂しくなくなりましたよ。なんかただいまって言ってる。帰ってきた。ポコ太郎に対してね。じゃけ、ポコ太郎に対して待ってくれとるけ。そうそう、それお別れとか悲しい。かわい、悲しいですよね。うん、そのことを考えてないと。うん、まあまだだと思うけどでもペットの別れって悲しいですよね。悲しい。ある程度飼ってたら覚えてくれて噛まなくなるんだけどな。だってある程度飼ってるんですけどね、もう1年ぐらいはそっか、1年か。覚えてると思うんですけどね。一歩歩いてる忘れるみたいな。鳥か。いや、頭いいと思いますよ。私の顔見たら出してって、カシャカシャカシャって。私の顔なんそれ。私の顔でもいいんじゃない。なんかあ、ワンちゃんそうかもしれない。はじめましてでどんな対応するか。え、でも噛まれたらやだな。噛まれたらもう本当にハムスターダメになっちゃう。でもそんな、なんか今まで結構メンバー触ってるんですけど、うん、そんな噛んでるの毎球ぐらいかもしれない。噛まれてるの毎多分他のメンバー噛まれてないと思うんですよね。毎噛まれた後にあーって言ってそう。怒ってる。めっちゃ怒ってるよね。噛むな、回るな、走るなって怒ってる。なんかめっちゃ想像できる。そう、生理現象を起こってる。ポコ太郎があのホイールって言うんですけど、うん、あの回るやつ、回し車、うん、回ってたら、はあ、回るなーって怒って、そしたらポコ太郎びっくりして、あの回るの止めるんですよ。うん、しばらくしてまた回り始めて、回るなーってまた怒られる。まじ、マジおもろいね。ね、想像つくでしょ。めっちゃ想像つく。喋ってるところが想像つくでも結構世話してくれてましたね、預けてた時は。中村家に。なるほどね、うん、そうなんですよ。言ってそうよね言ってそう。愛犬。そう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 。回るために置いてるのに。確かに回るために置いてるのに。そうなんですよ、シンプルなんですよね、ハムスターの部屋って。やば、うん、ココアさん、なんか飼いたい動物とかいます？え、なんかカワウソ。そうなんですね。なんか誰かさ、アイドルで飼ってる人おらん？カワウソ？カワウソってなかなか。誰だったかな、おるんよ。
えー、そうなんですね。マジで。なんかカワウソかわいい。カワウソに似たやつとかはいますよね。カワウソマジかわいい。フェレットとかじゃなくて。フェレットなんかな。カワウソって結構なんか飼うの大変なんじゃないですか、あれ。どうなんだろう。飼えるのかな。ユーチューバーとか飼ってるイメージあるけど。え、食事シーン、あとモモンガとか。あー、モモンガか。飛ぶやつですね。確かに。でもモモンガもハムスターも変わらないか。あと、すいません、20% でした。70万ぐらいするらしいよ。カワウソ？え？なんかカワウソってめっちゃなんかずっと騒いでるイメージあるんですよね。やだ。なんか鳴き声すごいイメージがある。結構いるんじゃって。え、マジ？うん。高い。まあでもね、確かに動物園にいるやつですもんね。そうよね、ずっとお風呂がもうカワウソの家みたいになっちゃうもんね、うん、私割とあの世界の犬とか好きなんですよね。なんか日本の犬って分かってるじゃないですか、どんな顔か。でも世界の犬ってなんか知らないけどでも犬だみたいな顔した犬がいっぱいいるんですよ。え、なんだこれは、見たことないけど犬だみたいな。なるほどね。そう、海外の犬って、うんうん、インドの犬とかめっちゃ細長いんですよ。日本の犬じゃめっちゃ可愛いって思われるかもしれんじゃん。えー、確かに。でも可愛いですよ、海外のも。あ、そうなんだ、うん、この前名古屋行った時にさ、なんか、うん、あの SK さんの声見に行った時に、うん、なんか商店街みたいなのがあれとったら、うん、散歩しとる犬が、うん、振り向いた瞬間マジ狼なんよ。えー、いやマジで狼なんよ。ハスキーみたいな。いや、狼え、ハスキー。でもなんかありそうですけどね、オオカミ犬みたいな。いや、なんかえ、マジでオオカミだった。うん、え、オオカミってことないけど。でも、え、普通におとなしいっていうか飼われてるんですよね。え、なんかこチェーンつけてる。え、く、口輪っていうか。でもオオカミ飼えんじゃん絶対。うん、犬なんだから。なんかオオカミ DNA 強めなんだ。うん、好き。なんかかっこいいですね、そんな犬いたら。めっちゃかっこよかったね。だってここにめっちゃかっこよかったけど、ね、マジ怖かった。へえ、目がね、なんかもう目が怖かった。あ、そう。そんな犬日本にいるんですね。そうやな、イケメン犬だ。でも狼おらんのよ日本ね、絶滅してとるもんね。そうなんですよ。終わっちゃう、もうすぐ。そう、もうちょっとで終わります。充電がない。そう、ね、でも結構時間ね経った気がしますね。私は待ち時間1時間半ぐらいあったから。いや、ね、あと1時間ぐらいかな。うん、嬉しい。あれっぴー、せっかくショールームできてよかった。ありがとうございました。せっかくのバレンタインにありがとうございます。ありがとう。お帰国は大事にできてよかったです。これが私のバレンタインチョコです。え、今日ね、あの皆さんにバレンタインチョコとか作る配信とかできないなと思ってたんですけど、これです、うん、これです。ココアです。オキポです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ぴょんぴょんぴょん。ランキング読むか。よし、あたたいで読むね。私もランジョ読みたいと思います。13位イキリンコ、12位カレパン、では壇上を読みたいと思います。エリック。13位マネヒロさん、12位モンブランさん、11位トウさん、10位スギアンさん、9位ジェリーさん、8位マプさん、7位セルジュルタンさん、6位アスパラさん、5位テサラクトさん、4位スエコ長男さんでした。13位カマデムさん、ありがとうございました。2位テツ、1位スバル、ありがとうございます。2位がキョウイさん、1位がコバチャさんでした。特別配信でした。3位からチームの皆さん、ありがとうございました。すいません、ゲリラだったんですけど、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあこの後も2人で頑張ります。あ、危ない危ない危ない、焦ってる。頑張ります。この後もこの後も頑張ります。頑張ろう。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。ハッピーバレンタイン。バレンタイン。